森保監督との不仲が原因。鈴木優真が日本代表に選ばれない本当の理由がこちら。鈴木優真とは1996年4月26日生まれの26歳、千葉県銚子市出身のフォワードで、小さい頃から鹿島アントラーズのサッカースクールに通い、以後ジュニアユース、ユースを経て2015年19歳の時に鹿島のトップチームに昇格するなど鹿島一筋。2018年にはアジアで最も権威があり、2002年から様変わりした ACL アジアチャンピオンズリーグで鹿島を優勝に導き、鈴木は大会 MVP に選出されている。非常に闘争心が旺盛な選手で、その気の強さから乱闘寸前になるなど問題児的な振る舞いが注目を集める面もあるが、逆に相手を怒らせて退場に追い込むなどのずる賢い面も見られる。クリスティアーノ・ロナウドに憧れ、ガッツあふれるプレーから日本代表では岡崎慎司を高く評価している鈴木は、182センチ、75キロと体格にも恵まれ、万能型のフォワードとしてクリロナのようなゴール前でのワンタッチプレー、岡崎慎司の真骨頂であるダイビングヘッドだけでなく空中戦、ポストプレー、裏への抜け出し、ミドルシュートと非常にプレーの選択肢が多く、シュート技術が高いことでも知られる。また印象よりもパスがうまく、味方を生かし得点へつながるアシストを決める場面が多いのも特徴の一つ。2019年からはベルギーリーグのシントトロイデンへ移籍。鎌田大地、冨安健洋、遠藤航といった現在の日本代表の中心となっている選手たちが所属したこともあるこのクラブで、2020-21 シーズンには年間17得点を記録。これはこの年の得点ランキングで5位の数字になる。その後イタリアへの移籍を希望して動いていたが実現せず、生まれ育ったクラブへの強い思いもあり、紆余曲折を経て2022年1月からは古巣である鹿島アントラーズに復帰。現在は最も重圧のかかる背番号だというクラブの功労者、小笠原光雄の背負っていた背番号40を背負い、腕にはキャプテンマークをつけ、チームを引っ張る中心的存在として活躍している。日本代表のフォワード事情。現在の日本代表は右に伊東純也、左に三笘薫という良いウイングがいることもあり、3トップでも1トップでもフォワードの席は実質1つしかない。その第一選択肢は現状、前回のワールドカップでも活躍した大迫勇也なのだが、ここに来ての衰えと怪我の状態が危惧されている。その大迫に代わる人材としてスコットランドリーグで活躍する古橋亨梧、快速の浅野拓磨などが試されているが、なかなか結果に結びついていないというのが正直なところ。ならば純粋なフォワードではなく、優秀な中盤の選手をファルソヌエベとしておくゼロトップを推奨する声も多い。その場合は候補として久保建英、南野拓実らの名前が挙がっているが、試す機会が少ないせいか、こちらも本番へつながる手応えをつかめていない。つまりフォワードの人材不足は解消されていない。これは昔から日本が抱えている問題で、それがそのまま得点力不足にもつながっている。フォワードはエゴイスト、利己主義者でなければ通用しないと言われている。つまり自分の利益を重視し、そのために他者の善行を軽視したり無視する人物だ。極端な話なのだが、ゴールに入る味方のシュートも直前で自分が触り自分のゴールにしてしまうようながめつさが評価されるポジションであり、それだけ結果が重視される。そういう意味でアシスト能力も併せ持っているが、得点力が高く日本人離れした激しい闘争心を持ち、なおかつそれを前面に打ち出す鈴木優真のような選手は貴重で、辛口コメンテーターで知られるセルジオ・エチゴ氏などは、自分が代表監督ならば間違いなく選ぶと鈴木の名前を挙げている。ただ最初に代表に招集された2018年キリンカップ時に怪我したためにこれを見送った経緯があり、以後は代表に招集されていない。ツイッターによる森保監督批判。もともと森保監督はチームの輪を乱す人間とチームを批判する人間を監督として絶対に許さないと公言している。対する鈴木優真選手は、怪我をした相手に切れて無理やり立たせてみせたり、ペットボトルをグラウンドに叩きつけてイエローカードをもらったり、グラウンドに唾を吐き集合写真から立ち去ってしまうなど、旺盛な闘争心が暴走して数々の問題行動を起こすなど、監督と選手という立場としては
あまり相性の良い組み合わせとは言えません。それに加えて、鈴木選手はツイッターで公然と森保批判を行ってきたというのが大多数の人間の受け取り方です。そのツイッターでは森保監督の名前こそ直接登場していませんが、イライラする部分が好きじゃない、てめえ何様だよ、だったら呼ぶんじゃねえよ、といったツイートを発信し、もしかして森保監督というリプに対していいねを押すなど、暗に事実を認めている部分があります。このいいねで自分の考えを伝える手法をツイッター上で鈴木選手は使うことが多く、何件かの森保批判に対してたびたびいいねを押して森保批判を展開。これはかなり噂になっており、今の代表関係者、森保監督も当然知っていると思われます。鈴木優真が代表に選ばれない本当の理由、2022年11月に行われるカタールワールドカップまで残された時間は少ない。今夏に行われた東アジア選手権はリーグ開幕を控えた海外組を招集せず、国内組のみで戦う方針だったため、 J リーグで活躍する選手にとってはワールドカップメンバーへの代表入りへ最後のチャンスだったのだが、名門鹿島を引っ張る鈴木優真の名前はそこにはなかった。現在の状態や実力から考えて呼ばれないのは不自然なため、その理由が推測され、鈴木の素行の悪さ、森保監督との相性の悪さやツイッターによる批判が原因で鈴木優真は代表に呼ばれないという見方が一般的でしたが、ここに来て何度か代表招集されているのを鈴木選手の方で辞退しているという事実が鹿島関係者の証言から明るみになりました。その理由としては、鈴木は招集されるたびに本人がその都度辞退した、招集されてもあまりプレー機会が与えられない代表よりもクラブに貢献したいという内容が鈴木の言葉として紹介されている。日本国内では鹿島一筋のサッカー人生であることや功労者の背番号を背負い、キャプテンマークを巻く覚悟からも鈴木優真の鹿島への愛情は相当強く、この証言には説得力がある。実は代表に呼ばれずクラブでのプレーに専念したいという選手は意外と多い。代表を引退して所属クラブに専念し、38歳になった現在でも UEFA ヨーロッパリーグに昨年優勝したフランクフルトでスタメンを張る長谷部誠のように、代表での活動は選手にとって名誉な反面、相当な負担を強いる。クラブの試合の合間に代表のために長い距離を移動して時差ボケの中で試合をし、トンボ帰りでクラブに戻る過密スケジュールによる体調管理の問題、代表の試合はその影響力による副産物としてスポンサーがついたり評価が跳ね上がったりする様々なボーナスがある反面、代表の試合自体に対するギャラは安く慈善活動に近いという現実もある。鈴木の場合はまだ代表の練習にも参加していない事実から、これら普通の選手が普通に感じるものとは別の理由が考えられる。それが今までツイッターで騒がれてきた森保監督批判であり、代表の監督が変わらない限り招集に応じるとは考えづらい。鈴木優真が代表で活躍するために必要なもの、では鈴木優真がサムライブルーのユニフォームにまるっきり興味がないかというと、そんなことはないと思われる。その理由が表立った批判、本当に興味がないのなら批判も肯定もせず黙殺すればよいだけの話なのだから、批判は興味の裏返しとも受け取れる。もともとプロのサッカー選手のスタートは純粋なサッカー少年という立場だ。サッカー少年でワールドカップや自国の代表チームに興味がない選手はほとんどいない。むしろ自分もいつかあのユニフォームを着て試合に出たいと思う選手の方が健全だ。もともと日本代表で歴代3位となる50ゴールを挙げている岡崎慎司をリスペクトしている面や、鹿島アントラーズの礎を築いたジーコが代表監督を務める時代を見てきたサッカー少年が最初から代表に関心も興味もないというのはやはり考えづらい。そうなると森保監督解任でもない限り今年のワールドカップに鈴木優真は呼ばれないわけだが、来年以降の代表に鈴木の居場所はあるのだろうか。非常に個性の強い選手で指揮官の好みやチーム方針によって賛否の分かれる選手ではあるのだが、もしも本人が代表でプレーするのを強く望むのならば、そのためには多少の言動が問題視されても呼ぶしかない圧倒的な実力や実績を見せつけるしかない。幸いにして鈴木はフォワードで、結果が誰の目にもはっきりするポジションにいる。クラブで結果を出し、呼ばれた代表でも結果を出す。
この童貞さえクリアできれば鈴木でなくても代表で活躍する選手になれるのだが、果たして本人がそれを望んでいるのかどうか。ただチームに闘志を注入するような熱い選手はやはり貴重だ。鈴木優真が加われば、良くも悪くも間違いなく代表の空気は変わる。そんなチームを見てみたいというファンも少なくないはずだ。本番まであとわずか。限りなく低いその可能性を実現するような奇跡が起きたら、それはそれでドラマなのだが、最後までご視聴していただきありがとうございました。